私のチャンネルへようこそ JBN1View。 平野仕様のピアス1は愛用ブランドはクレセントルナーにクロムハーツ、山下智久とお揃いも、キング&プリンスへの人気メンバーである平野仕様、平野翔さん。今回はそんな彼のピアス事情に迫りました。愛用しているピアスブランドはもちろん、彼が開けているピアス穴の位置についても解説しています。ぜひこの機会に平野さんのお揃いのピアスを手に入れてみませんか。その詳細はというと、右耳に1つ、左耳に2つずつ開けているようです。写真で確認したところ、右耳は耳たぶ部分に、左耳は耳たぶ部分と軟骨部分に開けていました。そんな平野さんのピアスデビューの始まりは、2012年以前と推察されています。彼がジャニーズに入所した時には、すでに左耳たぶの穴が開いていたのです。彼のお母さんがやんちゃだったことも関係あるかもしれません。そして2016年に左軟骨に穴を開けました。さらにそこから3年後の2019年に映画、かぐや様は告らせたいの舞台挨拶で右耳たぶに開けているのが確認されたため、2019年9月頃あるいは9月前に右耳に開けていたことが伺えます。つまり、今のピアス穴の数に落ち着いたのは、つい最近のようです。3つの穴すべてにつけることもあれば、時には左片耳だけ、あるいは両耳たぶだけなど、様々な組み合わせを楽しんでいる平野さん。自称では、彼が愛用しているピアスについて掘り下げていきましょう。ピアス愛用ブランド1クレセントルナ。平野さんの愛用しているピアスの1つが、クレセントルナの、プリメラピアス、プリメラピアスです。こちらはブランドの中でも人気の高い商品なのだそう。可愛らしい星型の中心にはジルコニアが埋め込まれており、大人シンプルで可愛い品となっています。ゴールドもありますが、平野さんの場合にはシルバーを愛用されているようです。こちらは片耳ずつ1個単位での販売であり、彼は左耳に1つだけ着用しています。値段は1つ7700円税込みと比較的求めやすい値段のようです。ユニセックスなデザインのため性別を問わず身につけることができるでしょう。またピアス以外にも指輪やネックレスもクレセントルナの商品を愛用しているよう、平野さんのお気に入りのブランドであることが伺えます。ピアス愛用ブランドにクロムハーツ。平野さんの愛用しているピアスの2つ目がクロムハーツのピアスです。どうやらクロムハーツの愛用ピアスはいくつかあるようです。まず、タイニー ECH プラスドロップイヤリング 22K ゴールドウィズダイヤモンドを愛用していることがわかりました。存在感のあるクロスデザインに中央に埋め込まれたダイヤがキラリと光る遺品です。また、クロムハーツクロームホーツ 22KTNY フープスシュシュ 22K タイニースクロールフープゴールドピアスも愛用されているようです。こちらもクロムハーツらしい刻印やゴツゴツとしたデザインが男らしい遺品でしょう。またクレセントルナ同様にピアス以外のアクセサリーもクロムハーツのものを愛用していることが多い平野さん。高価なことで知られるクロムハーツですが、アクセサリーへの投資も惜しまないという、平野さんのこだわりが伺えます。平野仕様のピアスは、山下智久とお揃いの、カリーリング。平野さんの憧れの先輩といえば、山下智久さんであることで知られています。そんな憧れの先輩を追ってか、平野さんは山下さんとお揃いのピアスを持っているのです。そのお揃いのピアスというのが、カリーリング、キャリヤングのクリスタライズです。カラーはグレー、シルバー、ブラック、ゴールドがあり、平野さんはゴールドを愛用しています。値段は両耳用で6万円近くと少々高いですが、シーンを選ばずに使うことができるでしょう。ぜひこの機会に平野さんとお揃いのピアスを身につけてみませんか。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。